はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日もお祝いにしてまいりたいと思います。本日のお祝いなんですけどね、今ちょっと話題のさ、モスバーガーの黒毛和牛バーガー一頭買いってやつ、あちらを買ってまいりました。なんかもう、なんかちょっと話題なんでしょ。もう話題薄れてるかもしれないけど、黒毛和牛だ。あ、これだ。黒毛和牛バーガーでシール貼ってる。黒毛和牛バーガー。あと、単品の普通のモスバーガー買ってる。まあ、せっかく、黒毛和牛なんでね、ちょっと今日はオールドパン、まだまだたっぷり残ってるから、これ飲もうと思って。セットにしなかったのよ。メニュー見て思ったんだけどさ、セットにするとさ、一番安いセットでもさ、440円するのね、セットは。440円ならさ、普通のモスバーガー410円なの。そっちもう1個買ってハンバーガー2個食べた方がなんかいいかなみたいな。おっ、ハンバーガー2個にした。いやー、おっ、ちょっと溢れちゃった。およよ、溢れてる。では、オールドパン、乾杯。ああ、美味しいね。では早速ちょっと黒毛和牛バーガー食べてみましょう。これが690円は安すぎる。これでも黒毛和牛全体の値段が下がってしまうと、いろいろと言われているハンバーガーでございますね。トマトがね、トマトが入ってますね。お肉も大きいね。で、照り焼きソースみたいなのがあってますね。ではいただきます。抜群にうまい。抜群にうまい。これハンバーガー食べてて、ほんと、あ、肉食ってるって感じがするわ、これ。うん。すごい肉々しい。これ美味しいわ。これは美味しいわ。でモスのハンバーガーで690円ってさ、マークの庶民にしてみれば高いじゃん。有名な人はこれ安すぎるって言うけどさ、マークからさ690円高いからね。でも高いわ。これはうまい。うん、肉がうまい。おいしい。むしろトマトがいい仕事してるんだから。うん。これは美味しい。で、続きまして、ノーマルのモスバーガー。
ノーマルのモスバーガー食べるのが久々だな、これ。すげえ昔、高校生ぐらいの頃、これもう大好きだった。これミートソースがすげえうまいんだ、これ。ああ。はい、はい、来たー。すげえ。このミートソースがうまいんだよ、これ。いただきます。うん、はい、抜群にうまい。このミートソースうまい。うん、あ、でもあれだな、黒毛和牛バーガー食べた後だとなんかあのお肉が物足りなく感じるわ。うん、黒毛和牛みたいな肉肉しさがないね。それでもだいぶ十分美味しいんだけどね。このミートソース最高なんだけど。うん、やっぱモスうまいな。うん、うん、うちからだとマックの方が近いからさ、マック行っちゃうんだけど、モスうまいな。モスバーガー、しかも駐車場ないんだもん、モス。うん、うまっ。スプーンもこの髪の下にさ、ミートソースがたまるんだよ。あんまり。うん、美味しかった。もう抜群に美味しかった。うん、ぜひ皆さんも、数量限定らしいんで早めに行って食べてみてください。それではごちそうさまでした。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。